好きにさせてみせるから。あれ、しゅんちゃんどうして俺の部屋に？ヒロの変顔を撮った。あ、ちょっと待って、消してよ。ダメ、レアショットだし。おばさんに用があって寄ったら、ヒロを起こしてきてって頼まれたんだよ。保存。大学だろ、さっさと起きて支度しろよ。駅まで一緒に行こうよ。隣に住む5つ年上の崎山俊子と俊ちゃんは家が隣同士で、小さい頃から一緒にいる、いわば幼馴染だ。俊ちゃん家は父子家庭で、俺の家はケーキ屋を営んでいる。お待たせ。うん。忙しい親たちに代わって、一人っ子同士で年上の俊ちゃんが面倒を見てくれた。本当の兄ができたみたいで嬉しかったのを。寝癖ついてる。嘘。今でも覚えているけど。忘れ物はないか？大丈夫、ないよ。ハンカチも？いくつだと思ってんの。よし、じゃあ行ってらっしゃい。子供扱いしないでよ。行ってきます。おう、うん、気をつけてな。俺はしゅんちゃんに恋をしている。そしてしゅんちゃんも俺のこと好きなんじゃと感じる今日この頃。だってただの幼馴染にあんな態度取る？無理、好き、尊い。いてらー。告白するタイミングをつかめずに、初恋をこじれにこじらせてしまっている。今日も仲がよろしいことで。おう、おはよう、エータ。はよう。相変わらずキラキラと眩しいね、旬の幼馴染くん。あれだけ顔が整ってたら人生楽しいだろうな。あ、ほら、女の子振り返ってるだろう。なのに彼女できたこと一度もないみたいなんだよな。なんでだろう。彼女できたことないのはお前もだろ。うちの会社の三大ミステリー。うるせえ、別にいいだろ。まあお前はともかく、幼なじみくんの理由は察するがな、なんとなく。え？まあ無粋なことは言わんとこ。はあ、なんだよ。ほら電車来る、行くぞ。さっき撮った写真。昔は年の差もあったからか、遊び相手としても相手にされなかったけど、成長するにつれてどんどんしゅんちゃんとの距離が近づいている気がする。しゅんちゃん昔から女の影ないし、暇があれば俺に構ってくれるし、 LINE くれるし。ねえ太田くん、ちょっといい？お邪魔します。どうぞ。なんか用？太田くんにちょっとお願いがあるんだけど。太田くん、今日はありがとう。この辺案内してくれて助かっちゃった。でもやっぱり家賃高いからもう少し考えてみるよ。そっか、役に立てたならよかったよ。五十嵐たちは？お手洗い行ったよ。すぐ戻ってくるとは思うけど。そっか、最寄り駅周辺を案内することになったはいいけど、結構時間かかったな。昨日作った試作ケーキ、早くしんちゃんのとこ持って行きたいな。あの太田くん、この後よかったら。ヒロ？しゅんちゃん、奇遇だな。お前も今かい？
り、あ、悪い、邪魔したか。あ、そうかそうか、お前そういう相手いるなら言えよな。は、じゃあごゆっくり。え、ちょっと。太田くんの知り合いの人、なんか可愛い人だったね。それでさっきの話の続きなんだけど。ごゆっくりってなんだよ、絶対勘違いされた気がする。ごめん、俺今日用事あるの思い出したから先帰らせてもらうね。五十嵐たちによろしく言っといてもらっていいかな。ごめんね。で、じゃあまた大学で。一刻も早く誤解を解かねば。はーい。ってあれ、ヒロどうした？汗すごいけど。これケーキの試作、昨日作ったからしゅんちゃんにと思って。いつでもよかったのに。でもありがとな。まあ入れよ、せっかくだし一緒に食べよ。さっきの子は良かったのか？てっきり帰ってくんの遅いかと思った。デートだろ？で、さっきの子はただの大学の友達で、この辺の案内頼まれて案内してただけ。それに別に二人っきりじゃなかったし、デートじゃないし。そうかそうか。もうちゃんと話聞いてる？別に照れなくてもいいんだぞ、茶化したりなんかしないしさ。可愛い子だったな、あの子。違う、違うってば。本当にあの子は何でもないから。俺好きな人いるから。おお、つい向きになって勢いで言ってしまった。さっきの子じゃなくて？だからあの子はただの大学の友達だってば。そうだったのか。なんかごめん、俺の知ってる子か？思わず勢いで出た言葉だったけど、告白のチャンスかも。知ってる人、能天気でちょっとドジで、自分のこととなると超鈍感な人だよ。ヒロって結構変わった子が好きなんだな、なんか意外。もう本当に鈍感だな。ん？しゅんちゃんのことなんだけど。え？だから行け、言うんだ。俺の好きな人はしゅんちゃんだって言ったの。おお、言ったぞ。告白ってめちゃくちゃ怖。世の中のカップルってすごすぎない？やばい、しゅんちゃんの顔まともに見れない。今どんな顔して。え、待って、それってかわいい。どういう？しゅんちゃんのことかわいい。ずっとずっと昔から好きだったんだ。年下のただの幼なじみなんかじゃなくて、しゅんちゃんの特別になりたい。俺をしゅんちゃんの恋人にしてほしい。しゅんちゃんお願い、受け入れて。俺と一緒にいるとき、しゅんちゃんよく笑ってくれるし、楽しそうにしてるでしょ。しゅんちゃんのことを世界で一番好きな自信だってある。だからしゅんちゃんも俺のことを。ごめん、俺ヒロのこと弟のようにしか思ったことがない。
じゃあ優しくしてくれてたのは全部幼なじみとしての好意だったってこと？マジで？っていうかお前さ、そんなに俺のことを慕ってくれてたんだな。照れるし嬉しいけど、それって憧れを好きと勘違いしてるやつなんじゃないか？学生の時俺の友達にもいたよ。先生とかを好きになってたやつ。学生の醍醐味だよな。俺は経験ないけどさ。は？な、お前何す？危ないだろ。俺の好きは憧れても何でもない恋愛の好きだ。他の誰でもない。あんたが俺の好きを分かったように言わないでくれ。ひろ終わった。はあ、あれから一週間くらいしゅんちゃんに会えてない。いや、会わないように避けてたな。告白して振られて怒った挙句の果てに無理やりキスするなんて完全に終わった。嫌われあんたこの間から何このなっぺさばき。いや、もう今日はいいから帰ってレポートでもしてなさい。ついでにゴミ外に出しといて。ダメダメすぎる。はあ、ん？ヒロ。あ！ちょっこら逃げるなよ。いやいや逃げるでしょ。しゅんちゃんにあんなことして、しゅんちゃんだって顔も見たくないでしょ。なわけあるか。じゃないと今ここにいないだろう。今日はお前に謝りに来たんだ。俺に？え？謝るって俺が悪いでしょ。確かにあの時キスされて驚いたし、何すんだよとも思ったけど、お前のあんな真剣な顔初めて見たんだ。ヒロは本気だったんだろ。なのに俺はお前の気持ちを理解せず勝手に決めつけて無神経なこと言ったよな。本当にごめんな、しゅんちゃん。けどやっぱりお前とは付き合えない。このタイミングでもう一回振る？ああ、違う、そうだけど、そうじゃなくて。どっち？あの日から今日までの数日考えて考えて考えた結果、お前のことは幼馴染として好きだ、恋愛の好きではないと思う。というかそもそも俺には恋愛の好きの感情がよくわからないんだ。ああ、え？この年になって恋もしたことないし、けどお前のことを大事に思ってるのは本当で、だからこのまま疎遠になるのは嫌なんだ。だから避けたり無視はしないでくれ。お前にそんな態度取られるとすごく寂しい。ほんとしゅんちゃんってずるいよね。惚れた弱みってやつか。うん、わかった。つまりは恋愛の好きがわからないってことは、しゅんちゃんに分からせることができたら俺にも可能性があるって思っていいの？まあそうなる？なるのか。だったら可能性があるのに今更引き下がらないよ。しゅんちゃんに振り向いてもらえるように頑張る。
だから覚悟してよね。うん。何？その微妙な返事は。もう。いや、なんて答えるのが正解なのか分かんなくて。お前といつも通り話ができて安心したら腹減ってきた。かわいい。仕方ないな。じゃあとびきり甘いケーキでも作りますか。マジ？やった！俺、ヒロの作るケーキ大好きなんだよな。そりゃどうも、この人は。ん？しゅんちゃんって、ほんとケーキは好きだよね。ん？なんか言った？なんでもない。くそ。ケーキじゃなくて、いつか俺を。ケーキ楽しみだな。好きって言わせてやるからな。夏祭り？そう、今度の土曜にあるんだけど、しゅんちゃん一緒に行かない？もうそんな時期か。だから提灯とか飾りがあったのか。なるほど。で、どうかな。そうだな。じゃあ一緒に行くか。はあ、やった、楽しみにしてるからね。ん？よし。告白したはずなのにびっくりするくらい今まで通り。さすがしゅんちゃん、祭りでいい雰囲気作って。ん？ガンガンアプローチをして少しでも距離を詰めてやる。悪い、仕事で祭り行けなくなった。クライアントから急な調整が入って、多分祭りに間に合わないと思う。仕事か。仕事だったら仕方ないね。友達にも誘われてたから、俺のことは気にしないで。仕事を頑張って。ありがとう。俺の分まで楽しんでこいよな。相手は社会人だぞ。楽しみにしてたんだから優先してよなんて思うとか、ガキかよ。はあ。終わったー。お疲れ。予定より早いじゃん、さすが。おい、差し入れ。ありがとう、エタ。いただきます。まだ祭りやってる時間だな。連絡した方がいいのかな。にしても腹減ったな。朝から働き詰めだったしな。そういや今日地元で祭りじゃん。予定よか早く終わったし、出店で飯でも食う。ヒロも友達と行くって言ってたし、水さすのも悪いか。せっかくだし行こうかな。太田くんって実は大食い？意外。しゅんちゃんへのお土産買いすぎたか。まあいっか、喜んでくれるといいな。ごめん、俺抜けるわ。え、太田くん？しゅんちゃん、なんで？あれ、ヒロ？ヒロ、これはだな。予定より仕事が早く片付いたから、俺がさっき一緒に行かないかって誘ったんだよ。あんたには聞いてない。
こら、ヒロ。早く終わったなら連絡くれればよかったのに。ヒロも友達と行けるって言ってたし、今さら悪いなと思って人酔いしたからしゅんちゃんについててもらいたい。え？いいよ俺は。え？適当にぶらついて帰るし、幼なじみくんについててやんなよ。近い。ああ言ってることだし行こう、しゅんちゃん。あ、ちょ、エータごめん、やる。ああ、今度なんかおごる。はよ行け。おいヒロ、さっきの人酔いとか嘘だろ。友達にもエータにも失礼じゃないか。今度謝る。言ってて来れるんだったら連絡してほしかった。しゅんちゃんからの連絡ならいつまでも待ったのに。あ、悪かった、本当それはごめん。しかもなんでよりによってあいつと。誰かと二人っきりなんてのはダメ。あいつとはもっとダメ。なんでだよ。そんなのやきもちに決まってんでしょうが。もう、やきもちってお前ら、エータはそういうんじゃないぞ。そういう問題じゃないんだよ。なんでわかんないんだよ。そうなのか。むず、これじゃ弟の機嫌を直そうとする兄の図じゃんか、俺のガキ。ああもう、しゅんちゃんのこととなると余裕なくてかっこ悪い。はあ、やきもちからの八つ当たり。しゅんちゃんが悪いわけじゃないよ、ごめんなさい。エータさんにも今度謝るよ、気が向いたら。だから今から俺と祭り楽しんでよ。しゅんちゃんにお土産いっぱい買ったんだ、一緒に食べてくれる？くぅ、そういえば昔しゅんちゃんと祭りに来た時、俺迷子になったの覚えてる？泣いてる俺を迎えに来てくれたよね。あ、そうだったか、覚えてないな。なんで覚えてないの。すまん。その後しゅんちゃんも帰り道が分かんなくなってさ、しゅんちゃんだって不安で仕方ないって感じだったのに、迷子受付に親が迎えに来るまで手を握ってくれてたよね。改めて思うけど、お前って俺の話ばっかだよな。無神経かもだけど聞いていい？何？なんで俺のことを好きになったんだ？俺は顔も性格も特段良くないだろう。なんで俺だったんだ？どうしてしゅんちゃんのこと好きなのか、たくさん理由はあるけれど、きっかけはあの時。可愛い容姿でお菓子作りが好き。俺は昔バカにされていた。男のくせに変なやつ。オカマなんじゃね、かっこ悪い。それ捨てちゃうの？僕が作るとみんながおかしいって言うから捨てる。もう作らない。うん、おいしい。こんなにおいしいの作れるなんてヒロはすごいよ。おかしくなんかないよ。僕はヒロの作るお菓子大好きだな。あの時からしゅんちゃんは特別な存在になったんだ。しゅんちゃん、泣かせた。覚えてない。そんなことで？てか食い意地張ってただけじゃ。もう色気ないこと言わないでよ。本当あの言葉に救われたんだから。んなわけで
いくら他の人にモテたって俺はしゅんちゃんにモテないと意味がないわけ、わかった？ぐいぐい来るなお前。当たり前じゃん。こちとらしゅんちゃんに好きになってもらえるように必死だよ。片思い歴何年だと。困らせるだけかもしれないけど、俺がどれだけしゅんちゃんのことが好きかちゃんと伝わればいいな。花火見に行く？どっちでも。しゅんちゃん花より団子だもんね。あ、じゃあさ、今帰り道空いてるだろうしゆっくり帰らない？ん？いいけど。あの頃みたいに手をつないで帰りたいな。え？仕事ってのはわかるけど、今日本当に楽しみにしてたんだからね。みんな花火に夢中で、きっと俺たちのこと見てないからさ。ダメ？帰る間だけなら。やったね。来年は一緒に来ようね。恋人として来れたらいいな、なんて。おお、照れてる？照れてない。顔赤いよ。話せ、バカ力ね。やだ。それに照れてよ。しゅんちゃんのことが好きな男としてはちゃんと意識してくれないと困る。いつの間にか手の大きさも。帰ろ。身長も越されてた。こっからでも少し花火見えるね。ほんとだ。そういやしゅんちゃん、カバンは？駅のロッカーに預けてきた。ドキってなんだよ。もう調子狂うな。酒飲みて。あ、シュン、まだ帰らないのか？もう22時だぞ。おお、びっくりした。もうそんな時間って、それ納期かなり先のデータじゃん。どうしたの？ヒロのおばさんが検証で温泉宿泊券当てたんだけど、予定があって行けないみたいで、ヒロと行くことになったんだ。ね、夏祭りの二の舞にはなりたくないから、ちゃんと休めるように薪で進めとこうと思ってさ。ちょっと待て、温泉って二人で？ん？そうだけど。へえ、そっか。気をつけろよ。は？気をつけろって何を？お前のことを好きな男と二人で一夜を過ごすってことは何かあってもおかしくないだろう。何かって？んなのエロいことに決まってんだろ。相手は現役大学生なんだからやりたい盛りだろうしな。はあ、いや、やりってエロって？ちゃんと自覚持って行ってこいよ。お先。そんな、ヒロに限って。まさかな。お、しゅんちゃんおはよう。あれ、待ち合わせ時間過ぎてたっけ？よいしょ。いや、楽しみすぎて4時間前から勝手に待ってただけ。え、4時間？ヒロ、少し顔赤くないか？ん？ウキウキして興奮してるのかも。本当に楽しみで一昨日から一睡もできなくてさ。小学生か、寝ろよ。こちらがお部屋でございます。おお、
広い。お夕食まで時間がございますので、ぜひ温泉でゆっくりされてください。ありがとうございます。早速温泉行くか。行こう行こう。しゅんちゃんとお風呂って小学生ぶりだよね。そうだな、よく覚えてるな。はあ、暑い。赤すぎない？美味しそうに食べるな。じっと見てないで食べなさい。なんかすっごく疲れたな。それもこれもエータが変なこと言うから帰ったら文句言ってやる。しゅんちゃん、今日楽しかった？楽しかったよ。本当に？これは言い逃れできんやつ。本当はエータにさ、ヒロと二人で温泉行くことを伝えたら気をつけろって言われて、今日ずっとそのことが頭に残って、純粋に楽しめてなかったかも。でヒロに限ってそんなことないよな。何言ってんだろう俺。なんかいろいろと考えすぎだったわ。よし、まだ寝るには早いし、もう一風呂でも浴びてこよう。俺の部屋？あれ、起こした？しゅんちゃん、温泉は？起きなくていいよ。倒れたんだよ、寝不足がたたったんだと。とりあえず昨日点滴は打ったけど、安静にしとけよ。運ぶの大変だったんだからな、タクシーまで運ぶの。ごめん。せっかくの旅行だったのに。気にすんなら早く治せよ。うん、ありがとう。しゅんちゃんの手、冷たくて気持ちいい。ヒロさ、昨日のこと覚えてるか？ごめん。それがご飯食べたあたりまでは覚えてるんだけど、ぼんやりと。もしかして何かしちゃった？そうか。覚えてないならいいんだ。目が覚めたことおばさんに伝えてくるな。好きだと言われたことにどこか実感がなかったのかもしれない。しゅんちゃんを俺のものにしたい。ヒロの表情と言葉が昨日から頭から離れないでいる。ずっと弟みたいなものだと思っていたのに。なんだよこれ。ラン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 。太田くん、今日めちゃくちゃキラキラしてるね。何かいいことでもあったのかな？もしや彼女でもできたとか？え、男のいいことっつうとやっぱ
聞いてよ、今週末スイーツビュッフェ行くことになってさ。ここ、そういえば家もケーキ屋だもんね。うまそう。一人で行くの？いや、しゅんちゃんと行けることになって楽しみでさ。出た、しゅんちゃんさん、幼馴染なんだっけ。ほんと仲いいよな。今度会わしてよ。え、やだけど。ひっど。さすが有名なショコラティエの新作ってだけあってマジで芸術。しゅんちゃん、これ見て。人力だとは思えないくらいの統一感のあるチョコ。はあ、ヒロ、こっちもすっごい美味しそう。何の色だろうこれ。どれどれ。これ。これは多分マンゴーだね。わあ、細けえ。ごめん、はしゃぎすぎた。いや、そういうことではなく。こんなにはしゃいでるヒロを久しぶりに見たから、来てよかったなって思ってさ。キュン。ヒロって本当にケーキ作るの好きだよな。将来いいパティシエになりそう。きっかけがしゅんちゃんだったなんてもう忘れてんだろうな。まあいっか。しゅんちゃんのお腹、さっきから悲鳴あげてるし、そろそろ食べようか。バレてたのか。バレバレ。バレてないと思ってたの？いっぱい取ったね。どれも美味しそうで選べなかった。ちゃんと全部食べるし。かわいいな。はい、フォークどうぞ。あ、ありがとう。太田くん？岩崎さん？偶然だね。私もスイーツ好きで来てみたんだけど、会えるなんて思ってなかったよ。そうだね。そうだ、一人で心細いから。迷惑でなければご一緒してもいいですか？俺は大丈夫だよ、どうぞ。なんか一瞬敵意を感じたような。これもすっごい美味しい。さすがヒロが行きたがってただけあるな。この白くて甘いのなんだろう。それは多分ココナッツだと思う。ちょっと近くないか。もしかしてヒロのこと好きなのかな。これすごく美味しい。ベリー系って女子に人気だよね。美男美女で世間の目にはお似合いの二人に見えるんだろうな。なんか嫌だな。あ、からすごい音鳴ったけど、もうないじゃん。入れてきてあげるよ。自分で。いいのいいの、ついでだし。ああ、じゃあお願いしようかな。なんとなく気まずいな。嫌われてるような気がするし、何かしたかな。話題を、ヒロって大学ではどんな。シュンさんって太田くんと本当に仲いいですよね。そうかな。そうですよ。太田くん口を開けばシュンさんの話しかしませんし。あいつ本当に友達いるのか。まるで恋人みたい。
違いますよね。あ、まずったな。しゅんちゃんに何にするか聞き忘れた。仕方ない、戻って聞いてくるか。かっこ悪い。私、太田くんのことが好きなんです。ん？だからこそ好きな人の幸せを願っているんです。太田くんは多分しゅんさんのことが好きだと思います。表情を見てればわかります。ただしゅんさんのことを好きなのは一時の気の迷いだと思うんです。だって男同士なんておかしいですよね。今の日本じゃ普通の幸せすら手にできないですし。なのでしゅんさんにその気がなければ、太田くんのために目を覚まさせてくれませんか。ストップ。太田くん、ごめん、こんな形で聞いてしまって。盗み聞きするつもりなかったんだけど、俺のこと好きになってくれてありがとう。本当にびっくりしたし、すごい嬉しい。けど俺は初恋からずっとこの人が好きなんだ。男同士だし、批判的な意見があることも知った上で本気なんだ。だから岩崎さんの気持ちには応えることができない。ごめん。初恋からってすごい長期戦だね。まだ片思い止まりなんだけどね。最初から勝ち目なんてなかったってことか。しゅんさんのことが羨ましくて、ああ言えば私のことも見てくれるかもって。あんなひどいことを言ってしまって本当にごめんなさい。でもね、好きな人の幸せを願ってるって言葉は本当の気持ちなの。だからしゅんさんのこと絶対振り向かせてね。もちろんそのつもり。俺の意思は？というか手離せよ。なんで？いいじゃん。食べた食べた、行ってよかった。美味しかったな。帰ってケーキ作りたいな。勉強熱心だな。味見係する？ん？今日はごめんね。嫌な思いしてない？え？ああ、いや、俺は大丈夫だけど、ヒロの方こそ、岩崎さんって大学の友達だろ？変な噂とか立てられなきゃいいんだけど。心配してくれるの？ありがとう。それなら大丈夫だよ。噂っていうか本当のことだし。俺は別に知られたっていいよ。恥じることじゃないしね。そっか。むしろ早く言っておくべきだったかもね。そしたら彼女のことも傷つけずに済んだだろうし。ヒロ、それにもっと早く言っておけば、しゅんちゃんとのデートも邪魔されなかったかも。くぅ、せっかくのデートだったのに。しゅんちゃんとケーキ美味しいね、こっちも美味しいよ、あーんってする計画が台無しに。いや、ほんと、いろいろと台無し。お前な。まあでも、ヒロらしいな。せっかくのデートだったから、いろいろ計画してたんだよ、俺は。なのにさ。もう。
笑いすぎブレないなと思って。さっきまでモヤモヤした気分だったのに。もう変なの、俺さ、自分の考えを持ってる正直なところとか、ちゃんと気遣える優しいところとか、ヒロのそういうところ。好きだな。お？あれ？俺、今。そうかな。やった、しゅんちゃんに褒められた。あっぶねえ。危うく抱きしめてキスするところだったわ。しゅんちゃんの好きはライクの好きだろ。勘違いするな、俺。いやでも、ラブの可能性も少しくらい。びっくりした。何言ってんだ俺は。無意識であんなこと言うなんて。無意識で。なんかそれって、じゃあドキドキするのもモヤモヤするのもこの気持ちが。しゅんちゃん？そっか、俺はいつの間にか。うん？どうしたの？早く帰るよ。あ、ヒロのことが好きだったんだ。ありがとうございました。すっかりクリスマスムードだな。最近しゅんちゃんともいい雰囲気になり、距離もぐっと近づいて、はあ、ってそんなことは一切なく。すみません。はーい。むしろここ最近はしゅんちゃんの様子がすこぶるおかしい。よそよそしいし、何か言いかけてはやっぱ何でもないってことが多い。この間なんてあのしゅんちゃんがケーキ残してたし、病気？ほんとなんか変なんだよな。560円です。俺何かしたかな。はあ、ん？好きが言えない？はい。中学生かお前は。くそ！仕方ないだろう。恋なんてしたの初めてなんだし。まあね。ヒロが、ん？今までいっぱい気持ちをくれてたのに、ずいぶん待たせたから、次は俺からちゃんと伝えたいんだけど、どうしても本人を目の前にすると緊張してうまく言えないんだよ。そこで企画書を用意しました。社会人ドーン。企画書？どっから出した？うまく言えないなら練習すれば言えるようになると思うんだよ。多分って嫌な予感しかしないんだが、はあ、だからクリスマスまでに言えるよう練習相手になってくれないか。こんなの頼めるのエータだけなんだ。仕方ねえな。ありがとう。雪。明日はホワイトクリスマスかな。クリスマスケーキ作ったら
喜んでくれるかな。はあ、ヒロ、ゴミ出し？しゅんちゃん、おかえ。よと、エータまた来たんだ。近い。エータさんな。クリスマス前だから忙しそうだな。手伝いいる？今日はもう落ち着いたから大丈夫だよ。ありがとう。ケーキ屋もこのシーズンは大変だな。シーン無視か。マジ塩対だな。ごめんな、普段はいい子なんだけど。自分の子みたいな言い方だな、おい。しゅんちゃんの様子がおかしいと思ったら、最近よくこいつと一緒にいる。ああ、嫌われてんな。こっちがクリスマスシーズンで忙しいからって調子に乗りやがって、クソ。ん？しゅんちゃん、指どうしたの？え、ああ、ちょっとな。じゃあ俺たち用事あるからまたな。あ、しゅ、あ、怪しいが過ぎるんだが。逃げられた？何さっきの。てか二人っきりで何してんの？気になりすぎるんですけど。何かあった時のために隣のよしみで合鍵持たせてもらってるけど、使い道間違ってるよな。ごめんおじさん。何の話してんだろう。お前のことが好きなんだ。え、待って、何の音？廊下からじゃないか。今の声、しゅんちゃん。あれ、ヒーロー、どうしてここに？今の聞いてたか。おい、それならエータ、ごめん、今日は帰ってもらってもいいかな。俺から説明するよ。わかった、ありがとう。あのさ、いつから、いつあいつのことを好きになったの？俺じゃダメだったかな。ねえ、しゅんちゃん。俺の何がダメだった？どうしたらしゅんちゃんに好きになってもらえる？簡単に叶う恋だなんて思ってはなかった。ヒロ、あの、やだ、聞きたくない。けどしゅんちゃんに好きになってもらうには何が足りないか教えてよ。こんな形で失恋なんて嫌だ。泣き？ヒーロー、だから話を。やだー、しゅんちゃんの口からあいつのこと好きなんて聞きたくない。こうなると頑固なんだよな。ヒーロー。クソ、釣れた。しゅんちゃん、話を聞いてくれ。あのな、誤解なんだ。誤解ってどういうこと？しゅんちゃんの声を聞き間違えるはずないよ。
まあこれを読んでくれ。紙？ヒロに好きと言えるまでの道のり計画企画書？何これ？口に出して読まないでくれ。まあ内容はそのまんまなんだけど、お前にいざ面と向かうと好きだって言葉が緊張して言えなくて、エータに練習として付き合ってもらってたんだ。ちょっと待って。ん？今さらっと言われたけどさ、しゅんちゃん俺のこと好きなの？それって恋愛感情として？うん。夢？俺お前のことずっと可愛い弟みたいなもんだと思ってたんだけど、ヒロから告白されて優しさとか愛情とかたくさんもらって、俺が他の人に恋ができなかったのはヒロに対する愛情以上の感情を他の人に持ったことがないからだって思ったんだ。多分俺は気がつかなかっただけで、ずっと前からお前のこと好きだったんだと思う。よかった。練習でも。他の人に好きなんて言わないでよ。ごめん。あと何かあったら一番に言って。うん、わかった。長い間待たせてごめんな。こんな俺でもヒロの恋人にしてもらえるかな？ヒロ？するに決まってんでしょうが！あ、まったく泣き虫だな。これクッキーだ。手作り？これも少しエータに手伝ってもらったけど、本当は明日のクリスマスにいつものお返しにって思ってたんだけど。あ、それで指怪我してたのか。しかしどうやって怪我？どうだ？すごく美味しいよ、この竹炭味。それバタークッキーなんだが。昔っからお菓子作りだけはダメだよね。バター要素ゼロだよこれ。まずいなら返せよ。やだ、もう俺のだし。悪っ。嫌だった？クッキーすごい苦。ごめん、まずかったよな。そんなことないよ、ギリ食える。あと全然嫌じゃないよ。緊張はしたけどな。しゅんちゃん大好き。ずーっと大事にするからね。なんだよそれ、プロポーズみたいだな。そう思ってもらってもいいんだけど。気が早いっての。好きと言えない1。そういえばしゅんちゃんにちゃんと好きって言ってもらってない。
そうだっけ？そうだよ。って何さ、もういいよ、言ってくれたっていいじゃんか、しゅんちゃんのバカ。引き止めてよ、追いかけて。めんどくさいな。好きと言えないに。言って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 。わかったよ。好きだよ、ヒロが好き。これでいい？尊い。ヒロ！好きと言える。しゅんちゃんにケーキ作ってきたんだけど、食べる？食べる！俺ヒロの作るケーキ大好き。なんだ？自分の作るケーキがライバルなんて勝てる日来るのかな。